久保武さん推定遺跡128億みたいなね。調査会社の調べで。で、ベリンガムが2回目のラリーが月間 MVP 獲得つって、ベリンガム、久保ベリンガムで、ベリンガム107億で遺跡してきたじゃん。だからこの久保の数字ってリアルな数字なんだなって思いますよね。で、僕遺跡してほしいのは、ボール繋ぐサッカーでしっかり久保を信頼してるくれる選手のところ。だからそれで言うと、ベルナードシューバが遺跡する時の後釜が久保だと思ってます。知っていいの ただ、クボは、フェインでやりたいと思うんですよ。だから、僕が移籍して欲しいところは、正直あんまり意味ないというか、まあ、それは、ペップのもとでクボみたいななんだけど、実際はマドリーが有力なんじゃないですか。だって、またあれなんですよ。移籍金も、他のクラブだとそんぐらい払わなきゃいけないけど、マドリーだと半額で買い戻せるらしいね。50億だったから、なんか、違約金の半分だったかなマドリーだと、まあ、買い戻しオプションみたいなのが付いてるんですよ。それ的なやつ。だそれで言ってもね、右ウィング、マドリーの場合。っていうか、マドリーとかあのクラスのクラブってさ、もう、 レギュラークラス二人揃えるじゃん。だからロドレゴいるけど、久保なんだよね。ビニシウスいるけど、エンバペ取るんだよね。もうやっぱりね、自分が得意な言語だけで生活できるっていうのは楽だろうしね。だからほんと100億以上でマドリーに久保が行ったら、それこそ使われるじゃん。だって、次のアザールだと思うんですよ、扱いとしては。ほんとはね。 今季エンバペ来季久保が一番盛り上がるけど、来季マドリークだけでもう目離せないですよね、久保。で、それがもう、ベリンガムと一緒に結果 MVP 取って、実際にソシエダのサッカーってさ、久保にどうつけるかみたいなサッカーじゃん。 トラオレが久保好きなだけなのか、チーム全体で久保に渡そうとしてるのかで言うと、多分トラオレが久保好きなだけなんですけど、なんでかってメリーヌは渡さないから。そう、アセナルもね、坂いるけど久保狙うじゃん。でも、それじゃ弱いんだよね。だって、久保はマドリー行く理由が、マドリー側の理由と、久保自身の理由と、スペインでやってる中で、レアル・マドリーってエースになるっていうのは、もう一生食いっぱぐれもないですし。 格でも中田とか本田圭介とか超えますよね。もう、マドリーって、レースナンバーせよって、日本人史上最高年俸とかにはなるでしょ、多分。 それだけの質見せてるからね。あとはこういう時に怪我しないとかそういうの大事ですよね。そこ持ってるかどうかみたいな。昔僕好きだった山瀬浩二っていうトップ下の選手が、松井大輔怪我したけどあ、山瀬、松井大輔で山瀬の方が最初疲れてたんだけど、怪我で松井大輔になって、で、松井いない時もちょうど怪我したいとかなんかこう、うまいこといかないですよ。いい選手なのに。あ、そうな、お名を信じとかね、大怪我してなかったらみたいなあるしね。 で昔、中村俊介とか遠藤康人めちゃくちゃ上手いって、おしむさんが世界的に見ても素晴らしいテクニシャンだみたいに言ってて。ただ彼らにはスピードがないつ。スピードがないとダメなんだって言ってて。なんかすごい、ね。今は実際そうじゃん。そこにね、スピードついたのが三笘とか久保とか伊藤淳也だから。 中村俊介にスピードついたみたいなとこあるもんね、久保竹さんって。ああ、久保クラブ選べる立場だと思います。ブラヒムよりも久保の方が、取るポジションに臨機応変さがありますね。ブラヒムの方がボール持った後は良かったりするんだけど、そもそも前向けるところにいないみたいな時があるから。あとは、使う接近によりますよ。だってね、50億で取ってきた選手と100億で取ってきた選手なら、後者を使うからね。いや、久保がさ、もう今のまま行ったらさ、怪我してなかったら本当にレアルマドリーに戻るじゃないですか。 だって、久保のこれ以上のスペインでのステップアップ、バルサが間取りしかなくて、もう多分バルサはないですからね、1回間取りにちゃんと移籍した以上。バルサに移籍させるんだったら、何かしらこうしにくい条件がついてますから、バルサに移籍させた場合の、そのアドオン、アドン、なんていうの、あの何、何はもともとの契約主の間取り入れるみたいなやつとか。ってなると、プレミア行くか、ラリーガかで、そう、僕は久保、スペイン至上主義だと,思だと思ってるんで。 スペインにいたいっていう気持ち強いと思うんで。ってなると、今の状況だと、ロドリゴ、ビニシウス、エンバペも来るかもしんない。で、ベリンガム前に使われてるって状況で行くじゃないですか。ってなってくると、久保は、まあ今の状況だと右ウィングで、で、他の選手がずれるのか、久保自体がポジション争いになるのかなんですけどあ、だからベリンガムをトップ下にするか、ロドリゴ、433のゼロトップって言い方するわ。ベリンガムか、ロドリゴか、久保がゼロトップになるみたいな感じですよね。 あと、ビニシウスが動き良くなってきたから。で、これが、来季とかだと、シャビアロントとかになるでしょシャビアロントマドリーでまで343は使わないと思うんですよ。433が442からの可変だと思ってて。ってなると、あの、久保竹さん、4231とかの守備をベースにするんだったら、久保のポジションはインサイドハーフやらせるよりもトップ下の、あの、腕ゴール的な、インサイドハーフにもトップ下にもなるけど、あんまり低い位置には下が、あの、守備で下がることは少ないみたいな。ってなると、久保のポジションも増えるし、 右ウィングもできるってなるとね。ロドリゴーとポジション争いするかトップ下なのか、433そのまま使うんだったらメッシ的なゼロトップになるけどね。でもベリンガムがこのまんまストライカーとしてもずっと使っていくってなると、ベリンガムをベンゼマとして考えた場合は右ウィングか、プ下になるんで。で、ベリンガムの方がね、高いボールに対してのね、ゴール前でのアプローチもできるから。シャビア・ノンソが監督になった場合は、今のマドリーの基本433みたいな、で、インサイドハーフが強度みたいな感じよりは、 4231で、まあ433の右インサイドハーフは前目に残ってていいよね、みたいな感じのやり方もあるだろうな、みたいな。その時にベリンガムを落とすのか、エンバペは一回は本気で取ろうとするだろうから、でもエンバペって4231をトップとかやりたがらないですよね。誰かが軸にいて周り動くってなるから、だからエンバペ取るとちょっと厳しくなるよね。エンバペが左ウィングに使われるか、使われるってなるとベニシュースがトップしたとかになるから、ね、ネイマールとエンバペの使い方になるから。 てなと右ウィングしかないってなって、そこでロドリゴっていう結構得点力あって、久保が持ってないものを持ってる選手と戦うことになるから、斜めに抜けていくみたいな力。で、ワントップみたいなのは、なかなか今の時代でね、任されにくいと思うからね。予算的にベニンガンここはちょっとないみたいなとこあります。同際圧縮緩むときはありますけどね、ただ4312のシステムで前にもプレスかけいってだから、緩んじゃうの仕方ないのかなとかも思いますけどね。でビニシウスの右ウィングが、最近やった 一番最後にビニシウス右ウィングやったのって、僕が知ってるのは、あれ時短時代だった。でもビニシウスの右ウィングってファティの右ウィングと一緒で、やっぱボールの持ち方的にも、プレイメモリー的にも、やっぱ全然合わないですよ。ビニシウスも左ウィングか、やれるようになってトップしたと思うんですよね。とか、エンバペを2トップに一角に使って、組ませる選手を、こう、エンバペが衛星になれる、中央でドカッとフォワードやる選手。だから、まあ、ベリンガムなのかな、みたいな。だからそしたら右ウィングが久保とロドリゴで争うのかな。 ビニシウス、右ウィング、できそうなんだけど、ポジションチェンジの中でなんとなくうまくプレイするときあるけど、右ウィングに固定した場合のビニシウスは本当良くないですよ。えでもなんかあの、ビニシウスは右ウィングでいいじゃんって思一回思っちゃうみたいな気持ちはわかりますけどね。そう、ビニトップとかできるようになったら、ね、だから、あの、オフザボールでウィングからトップになって、そこの動き出しもしっかり学べるかどうかって結構分かれるんですよね。ロドリゴの方ができそうだけど、 フィニッシュすね、斜めの裏抜きとか増えてるけど、やっぱりハーフバイタルら入ってきたときに、ボールの受け方はやっぱ上手くないというか、後ろ向いちゃうなとか多いから、三マとかン伊東純也もそうなんですよ、ホンマ、シオンとか。ウィングでぐーっとやってると、そこプレイメモリーが中央入ったときないから、どの向きでどのプレイビジョンを持てばいいか分かんないみたいなのは、参見されますね。だそこはやっぱネイマールのちょっと特殊なところで、ネイマールとかメッシュとか両方いけるか、だから久保も両方いけるんだよね。 エンバペセンターワードは全然ありなんだけどエンバペが嫌がるんですよパリでそういう報道出てて実際に言ってるみたいなんでイブ <music>